メッシニア県、パンイ,イプシロンロイオタファイプシロンロイプシロンイオタ、アルファーカッパイプシロンニュータウイタタウアルファー、イプシロンシグマシグマイータニューアルファ測地系、北緯37度10分統計22度0ブメッシニア県は、ギリシャ共和国のペロポネソス地方を構成する、行政区の一つ。メッシニアとも表記される。また、古代ギリシャ語音に従って、メッセニアとも呼ばれる。 県とは絡まった、ペロポネソス半島南部、ベッシニア県は、ペロポネソス半島西南部に位置し、北にイリア県、北東にアルカディア県、南東にラコニア県と接し、南から西にかけて地中海に面している。イオニア海に突き出した県西南部を構成する大きな半島は、ベッシニア半島あるいは、 アクリタス半島の名で呼ばれており、メッシニア半島とマーニ半島によって、メッシニア湾が形作られている。また、キパリシア付近からピルゴス付近にかけて、こう描いて湾入する海は、キパリシア湾と呼ばれる。メッシニア県は三方を三角に囲まれた地形となっている。東にはタイゲトス山脈、北西にはキパリシア山脈、南西の半島部には、 リコディも山脈が連なる。主要な川には、メッシニアの中央部を流れるパミソス川と、北部を流れるネダ川がある。メッシニア半島の南には、サピエンツァ島、スヒザ島などからなるイヌセス諸島が浮かび、この他にベネティコ島、スファギア島の島々がある。メッシニア県内の気候は多様であり、低地部ではアテネより、やや気温が高い。冬には、 タイゲトス山脈を中心とした山地部以外では降雪はほとんど見られない。また内陸部では雨や曇りの天気が多く見られる。人口3000人以上の都市には以下がある。メッシニア湾に面した県都からまたが県最大の都市である。県人口の半分以上はメッシニなどパミソス川下流の平野部に居住しており、カラマタメシニ都市圏と呼ばれる。 県北西部の平野には、北からキパリシア、フィリアトラ、ガルガラニといった町が並ぶ。メッシニア半島では、内陸のホラが最も大きな町で、港町、ピロスがこれに次ぐ。古代のメッセニアの地図はじめに、メッセニア地方に居住していたのは、ペラスゴイヒトとレレゲス人であり、レレゲス人は北西部アンダニアを中心に居住していた。その後、アエロイコルミニア人が到来し、 メッセニアに移住した。ホメーロスの女子誌によると、メッセニア東部は東隣のスパルタの王メネラーオスの支配下にあり、西部はメッセニア西部海岸に位置したピュロスの王ネレウスの支配下にあったが、スパルタ王メネラーオスの死後、国境が東へタイゲトス山脈まで移動されたという。紀元前1300年代の青銅期時代後期には、官僚制で農業国であったピュロスの王が、 メッセニア地方を統治していた。当時はミケーネ方言が話され、ギリシアの多神教を信仰していた。クレスポンテス率いるドーリア人がアルカディア地方からメッシニア平原の北部に侵入するとステニクラルスを首都とした。さらにその後の支配はメッセニア地方全土に及んだ。しかしながらアルカディア方言がミケーネ方言の直系の言語であることを考慮に入れると、 先住民がドーリア人に追われて逆にアルカディア地方に逃げ込んだものと考えられる。ドーリア人は強い愛国心によって残った先住民を融合し単一なメッセニア人としてまとめることに成功した。これはスパルタのドーリア人が征服した先住民をヘイロタやペディオイコイとしたのとは際立って異なる特徴である。しかしメッセニア地方は肥沃な土地と 良好な気候のために比較的豊かな地方であり、そのことが領土拡張主義を取る隣国のスパルタの欲望をかき立てることとなった。紀元前720年、スパルタ王、テレクロスがメッセニア人に殺害されたことから両国間の戦争が始まった。戦争はメッセニア王、エウパイストジオーアリストデモスの活躍にもかかわらず、スパルタの勝利に終わった。 紀元前648年から紀元前631年にかけてアリストメネス指揮下でメッセニア人がスパルタに対して放棄を起こした。しかしヘイラの城塞が11年の包囲の後に陥落し失敗に終わった。結果としてスパルタ市民は広大な土地を得て土地を捨てて逃げなかったメッセニア人はヘイロ隊の身分に落とされた。霊俗は過酷であり。 自らが耕す土地の生産物の半分を土地の所有者であるスパルタ市民に支払わねばならなかった。スパルタの詩人、トゥルタイオスはスパルタ人の傲慢さに耐え忍ぶメッセニア人をこう描写している。アズアススボーンバイローズイントローラブル、ソゼムリドストレスオブクルーエルフォースコンル、オブオルザフルーツザウェル、ティルドランドアホーズ、ザモイティツーベアツーゼアプラウドローズ。 紀元前464年にスパルタで地震が起き、多くの人命を奪ったため、それに乗じて再びメッセニア人は反乱を起こした。反乱軍は第二次メッセニア戦争の時と同じように糸目山の城塞に籠城した。しかし、結局城塞は落ち、メッセニア人はペロポネソス半島から追放されたが、スパルタに不満を持っていたアテナイ人によって、 西ロクリス地方にあるナウパクトスの町を移住先として与えられた。紀元前371年のレウクトラの戦いの後、イタリアやシチリア島や北アフリカに離散していたメッセニア人はエパメーノンダスの支援により再びメッセニアに帰還し、スパルタから独立を回復した。メッセネの町は紀元前369年に建設され、以後メッセニア地方の首都として、 アルカディア地方の首都メガロポリスと同じように、スパルタにとっての障害となり得た。この頃メッセニア地方の他の町も同様に建設されたが、大部分の土地は未まだ過疎地域であった。定媒の派遣が終わった後、メッセニアは、マケドニアをピリッポス2世と同盟を結んだが、紀元前338年のカイロネイアの戦いに参加することはなかった。その後は、 赤いア,ア同盟に加入し、紀元前222年のセイラシアの戦いでは、赤い、マケドニアをピリッポス五世は、メッセネの包囲にパロスのデメトリオスを派遣したが、デメトリオスは死亡し、失敗に終わった。そのすぐ後に、スパルタの戦士ナビスがメッセネの町を占領したが、フィロポイメン率いるメガロポリスの軍隊が到着し、町は解放された。紀元前183年に、 アカイア同盟との戦いが始まると、メッセニア人はフィロポイメンを捕捉し、殺害した。しかしアカイア同盟は、フィロポイメン殺害の報復として、メッセニアを攻撃したため、翌年に、リュコルタスに町を占領されると、再びメッセネは、アカイア同盟に加入した。この戦いの中で、アビアやトゥリア、ペライといった都市がメッセネから独立したために、メッセネの力は減少した。 紀元前146年には、共和制ローマの執政官、ルキウス・ムンミウスの遠征によって、他のギリシア諸法と共にメッセネも、共和制ローマの支配下に入った。その頃、タイゲトス山脈の最陸にある町アゲルデンテリアレスの貴族をめぐって、メッセニアとスパルタの間で長い間対立が生じて、 いたが、結局期限後25年のテベリウス帝の時代にメッセニアに帰属する判決が下された。395年にローマ帝国が東西に分裂するとメッセニア地方は東ローマ帝国に属することとなった。その後はスラブ人の侵略が相次いだ。メトニジョーアート中世の時代、メッシニアは他のペロポネソス地域と同じ歴史をたどった。 現存する中世の城塞としてはカラバタやコロニ、メトニなどがある。東ローマ帝国領であったメッシニアのほとんどの地域はオスマン帝国に占領され、残りの地域はベネツィア共和国の支配下に入った。15世紀の半ばから末にかけてと1680年代から1730年代にかけてはメッシニア地方全域がベネツィア領だったこともあった。 1821年にはギリシャ独立戦争が起き、オスマン帝国海軍を打ち破ったことで有名であるナバリノの海戦が行われた。また、現在メッシニア県に所属しているマニハン島は港湾がないためにオスマン帝国から自治権が付与されていた。また、1534年にはコロニーに居住していたアルバニテス人及びギリシア人の一族がシチリア島にある 現在のピアーナデッリアルバネージに移住した。ギリシャ王国領となったメッシニア地方は農業生産や経済が成長した。その後ピレウスアテネペロポネソス鉄道によって鉄道が敷かれた。しかしメッシニア地方からアメリカ合衆国や国内の大都市への移民も増え始めた。またイオニア諸島の一部であるサピエンツァ島、スヒザ島は この頃メッシニア県に編入された。第二次世界大戦とギリシャ内戦が終わると大部分の建物は修復された。戦後、北、アメリカやオーストラリア、西ヨーロッパへの移民が増加したが、1980年代には収束し始めた。一方で、カラマタやメッシニといった都市地域の人口は急増した。1970年代には高速道路が、 メッシニア県に建設された。また、1999年には国道7号線の建設が進められ、2000年代半ばには国道9号線とのインターチェンジが増設された。2007年7月26日から28日にかけて県中央部で発生した山火事は、森林や果樹園、農場、家などを焼き尽くし、県の経済に影響を与えた。 その1ヶ月後には、県北東部でも火災が発生し、タイゲトス山脈に立地する村々を破壊した。また、2008年2月14日には、マグニチュード6.6の大規模な地震が、県全体を襲った。メッシニア県、メッシニア県は、以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。メッシニア県の旧自治体カリクラティス改革以前の、 広域自治体としてのメッシニア県は以下の31の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。旧自治体欄で印を付したものは木のティタ。それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは新自治体の成長所在地となったものを示す。県には、 以下の4つの軍があったが、2006年に広報的な位置づけは行われていない。メッシニア県には4つの主要な国道が走っている。欧州自動車道路自動車道路、アスプロホマ駅19世紀から20世紀にかけて、ピレウスパトラペロポネソス鉄道会社が、ペロポネソス半島に狂気の路線を付設した。主要な路線世界遺産。ありがとうございます。